馬散歩、デートなのにお散歩と言い張る理由に気づいたみんなの反応。馬散歩の部活の顧問が飯に連れて行ってる感。馬散歩1日80回くらい行けるようにしてくれ。すいません。お散歩のさらにその先はないんでしょうか。お金払いますのでその先に行きたいんです。お散歩ってイベント期間中しか見られないのかな。そうだよ。お試し実装じゃないかな。ただキャラがどんどん増えていくとお出かけ先スポット一つ追加する作業量がどんどん重くなっていくので地味に扱いが難しい。馬ぴょい、馬ダッチ、馬散歩。報酬は不要。信頼度アップは上昇量減らしてもいい。お散歩を常設にしてくれ。お散歩行けるとこ増やしてくれ。ライスもそう思うだろ？スイープがこんな満面の笑顔してくれるなんて。ソフトに散歩と言ってるが実質デートだしな。デートで大盛りご飯食べてる子もいるけど。実質デートなのにお散歩と言い張るのはなぜ？関係性としては教師と生徒のようなものなので。忘れがちだがトレセン学園の生徒はみんな有名人なんだ。ゴシップ誌が喜びそうなネタがゴロゴロしちゃうってことか。デート、お散歩、お泊まり、温泉旅行、物は異様である。育成中のお出かけだって実質デートなのに、お出かけって言ってるし今さら。馬娘側はお散歩のつもりなのに、トレーナーがかかっているのでは？福来たる、あくまでお散歩です。恐ろしいのがさ、これで信頼度が上がる事実なんよね。つまりマックスじゃなくてもこんな関係性が出来上がってるんだわ。じゃあ信頼度がカンストしたら？トレセンは婚活パーティーだった？トレーナー、こんなとこにいたら頭婚活にされてまうで。うちの実家に避難しよや。信頼度なくても実家に引きずり込んで親に紹介しちゃう馬娘多数いるし何を今さら。普通告白して付き合う前にデートはするものですよ。そらただ飯食わせてくれるんだから多少は好感度上がるだろう。3年間の育成よりも一度のお散歩で尋常じゃないくらい上がるもん。多少じゃないもん。お散歩をデートと勘違いしているのは君たちの心が煩悩に溢れているからだ。煩悩を取り払うのだ。夜の海とか実家とか行くんですがそれは。お散歩、トレーナー曰く。千代ちゃん、ガタ。お座り。これはお散歩なんだからね。デートなんかじゃないんだから勘違いしないでよね。青少年のなんかに配慮しているので実際安心。お散歩はお散歩じゃ。お散歩をデートとかいうやつにお散歩できん。お散歩する代わりに報酬もらってるだけだから。トレーナーは何もやましてことしてないから。トレーナーがお出かけに付き合ってくれていたのは、報酬が目当てだったからということを知って曇ってほしい馬娘杯。一番人気ナイス姉ちゃ。姉ちゃはむしろ名目が報酬だとわかってても、これはトレーナーさんの仕事だから。嫌だとしてもやっぱりこれ実質デートなんじゃ？ってもんもんする。人気と実力を兼ね備えた東海帝王、今日は3番人気です。この評価は少し不満か？2番人気はこの子、セイウンスカイ。さあ、今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない。闇の美人杯覇者、ゴールドシティ1番人気です。マヤとかカレンみたいにデート発言してくる子は確実にデートと思ってる節がある。というかトレーナーが本気で散歩のつもりで連れて行ってもデートって言いそう。やたらと内部事情に詳しい謎のリーク者、SF 氏により、ファルコとのお散歩が週刊誌に抜かれる。ファルコは、トレーナーさんとの大切な思い出は馬ドルの心の中だけにあればいいんだよって後悔なんてしないぞ。と、トレーナー的には日課の散歩だし、たまたま教え子がついてきただけだし。そらすべてのユーザーがトレーナーと馬娘の関係性をパートナーって脳内保管してるわけじゃないからやろ。犬にしても馬にしても、デートより散歩の方が大事だろうが。犬を飼うとめっちゃ健康になる。強制散歩いべ。馬、んぽ。馬かんぽ。馬娘のための簡易保険。馬損保？川上のトレーナーにおすすめなやつか。馬担保？
最近寒くなってきたし、湯たんぽ代わりの馬娘で暖を取るかな。あっつ、せいちゃんあっつ。横になってたから湯たんぽにしようと思ったのに。体調悪いのかな？天下とラーカツするだけなら、お散歩だから。震え声。ラーカツ？天下とラーのよく親友を召喚するんか？建前としてはデートもお出かけだからな。姉ちゃんもトレーナーに家族愛らしいし。馬娘、有名人が一人で出歩くと危険なので、私はボディーガードです。え？馬娘の方が強い？で、では引率者ということで。散歩だってのはわかる。なんで頭に尾をつけるんです？清楚と清楚みたいなもんでしょ。デートだと思ってるのはトレーナーだけ定期。マチタンとかあの態度でデートじゃないならもう何も信じられない定期。ファルコは散歩しようと言われて、特に意識せずに出かけてラーメン食べて帰ってきそう。そして後でフラッシュに指摘され始めて気づく。お散歩、デート、お泊まり、温泉旅行。じゃあ次は徹夜で勉強会とかどうだい？寮はトレーナー禁制だからトレーナー宅で開催するしかないな。帰るのが遅くなることもあるから、合鍵渡しとくか。汚いから掃除しておいたぞ。サンキュー、女帝。そのうちだんだんと私物が増えてくやつ。開運グッズ50個ほど置いておきました。さすがに、学園に提出する業務日誌にデートとは書けんだろ。じゃあ俺はライトハローさんとお散歩してナイトハローしてくるから。殿下がラーメン食べてるシーンが見れただけで満足です。育成中のお出かけでトレーナーと個室カラオケ行ったり温泉を行ってる時点ですでにまずい。ハロー。わかりました。本物のデートってやつを見せてやりますよ。ライスの笑顔が見れて満足です。待機を散歩させないとハウディしてテイクオフして太り気味になるんだ。お散歩で夜のシーンあるけど、寮の門限どうなっとるんやろな。わざわざ外出許可証とか取って付き合って切れてるんやろか。やっぱデートだわこれ。目白家に連れて行かれるのは果たしてお散歩なのだろうか。マチタンも実は実家の定食屋でラーメン食ってるのかもしれんな。ブライアンと散歩に出たら実家にいたんだが、友人も対象にできないんですか？シナリオの新機能ってこれじゃないかなと思ってる。行き先で効果変わる的な。散歩なのに実家に連れて行く馬娘がいるらしい。スペちゃんがうまそうに飯を食うのをずっと眺めていたい人生だった。ゴルシに荒野に連れて行かれるのは、散歩なのかデートなのか。毎週土曜日に、誰でも参加できる面白馬娘杯配信もやってるのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録、お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。